今回は、水属性に実装された浴衣ニーヤの性能を見ていきましょう。まず、浴衣ニーヤは生命の輝きという固有レベルを持っています。バトル開始時6の状態であり、増やす手段の一つとして、自分が HP を吸収すると1上昇し、最大値は13です。吸収効果が必要になりますが、これは後で出てきます。そして、ターン終了時、生命の輝きが6以上であれば、1アビが自動発動します。ここで1アビを見てみると、6回の多段アビダメを与えつつ、水属性キャラの弱体効果を1ターン短縮し、生命の輝きが1増加します。そして、生命の輝きが13ならば、6回ではなく13回の多段アビダメになる代わりに、生命の輝きを6消費することになりますが、生命の輝きを6以上維持するのは難しくなく、前ターンのように多段アビダメを飛ばしてダメージを稼げるのが強いです。次に、2アビを見てみると、敵全体の防御力ダウンと水属性防御力ダウン、そして、生命の輝きが3つ増加となっています。浴衣ニーヤ1人で防御を大きく下げられますし、獲得できる生命の輝きも3と多いです。次に、3アビでは、生命の輝きを6消費し、水属性の主人公とニーヤ自身に3ターンの白バラの重い効果を付与しつつ、ニーヤには2回行動を付与できます。白バラの重い効果では、攻撃力アップ、ダメージ上限アップ、アビリティ性能アップ、火ダメ軽減、吸収効果を付与し、この吸収効果によって、攻撃時生命の輝きを増加させることができます。そして、白バラの重い効果中は、奥義が2回発動するようになります。ここで、生命の輝きはバトル開始時6で、3アビ使用時に6消費してしまいますが、1アビでプラス1、2アビでプラス3、2回行動で吸収も2回発動するのでプラス2、これで1ターン終了時に生命の輝きは6になり、1アビ自動発動の条件を満たせます。そして、これらの、1アビ、2アビ、3アビ、すべて再使用間隔が6ターンと短いのも強いです。以上より、浴衣ニーヤは、多段アビダメ自動発動キャラとしてシンプルに使いやすいキャラとなっています。強いて言うならば、今の水属性は杖得意で固まっているのですが、ニーヤは探検斧得意というところですかね。後半では、コロッサスティラマグナ HL で試してきた動画を流します。それではご覧ください。さあ、参りましょう。力が満ちてきたでしょ。力が満ちてきたでしょ。現実からは逃れられませんわ。これはどう？頑張ろう。わらわが力を貸したからをめでるのは当然であろう。終わりにするね。抵抗は無駄ですわ。抵抗は無駄ですわ。濡れるのは苦手？容赦はしないわ。あなたを消すよ。容赦はしないわ。こう消え消えて消え、こうでこうでで金が神殿。あなたを消すよ。すべてわらわの力の前にひれ伏すがよい。モーントリヒト、モーントリヒト、タイダルワードです。全部消して。あです。全部消して。チレ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 、消えよ。チレ消え、邪魔だ。
あなたを消すよ。お手よ、力が満ちてきたでしょ。力が満ちてきたでしょ。容赦はしないわ。これで金が神殿。あなたを消すよ。容赦はしないわ。消え、これ、いや、散れ消えよ。あなたを消すよ。あなたたちは必要。モーントリヒト、モーントリヒト、タイダルワードです。全部消して。チレチャーマチレ、あなたを消すよ。向かい、力が満ちてきたでしょ。力が満ちてきたでしょ。抵抗は無駄ですわ。抵抗は無駄ですわ。どう容赦はしないわ。これ消えて。邪魔、散れ。あなたを消すよ。頑張ろう。終わりにするね。あなたを消すよ。容赦はしないわ。消えてです。全部消して。です。全部消して。金が神殿。あなたを消すよ。わらわが力を貸して。容赦はしないわ。わらわの力の前にひれ伏すがよい。モーントリヒト、モーントリヒト、タイダルワード。消え、これで消えよ。消え、散れ。消え、邪魔だ。あなたを消すよ。力が満ちてきたでしょ。力が満ちてきたでしょ。宝をめでるのは当然であろう。濡れるのは苦手。容赦はしないわ。です。全部消して。です。全部消して。これ消えて。金が神殿。あなたを消すよ。とどめですわ。モーントリヒト、モーントリヒト、タイダルワード。消えて。邪魔だ。邪魔、散れ。あなたを消すよ。あなた、力が満ちてきたでしょ。力が満ちてきたでしょ。抵抗は無駄ですわ。抵抗は無駄ですわ。容赦はしないわ。です。全部消して。じゃあ消え、散れ。この程度でお役に立てず。失敗はし、あなたを消すよ。久方ぶりに本気を出すか。ジャスティス、私が命じます。道を開けなさい。逃がさない。
アストレア・ジュディーツよ。これ消え、これ銀河神殿。あなたを消すよ。頑張ろう。終わりにするね。道を開けなさい。あなたを消すよ。やっはっやっ消えた。やっ楽になったでしょ。後の雑事は式神たちに任せ、わらわはやっ